はい、こんにちは、トコジラミ警察です。本日2024年の5月1日でございます。スタンド FM で生配信をして、そこから YouTube とかに、時間はかかりますが映す作業でやっております。ちょっとまったり話しますので、 BGM がてらに聞いていただけたらなと思っております。今日から5月に入りました。5月からですね、トコジラミの相談件数が増えます。そうですね、5月から増えてきて、ピークが8月に当たりますね。そうなんですよ、やっぱり全国各地でね、5月から気温が上がります。トコジラミはこの25度ぐらい、20度超えたら活動して、もう25度になるとかなり活発に動き回ります。血を吸う、吸血する頻度も上がって、成長速度も上がって、卵から孵化するスピードも上がってって感じですね。これにゴールデンウィークも重なって、旅行行く人もたくさんいますでしょう。中にはトコジラミをすでに知っていて対策をしていて、緊張感がある旅行をしている人も結構いるんじゃないでしょうか。旅行の本質は楽しみたい、非日常を味わいたいっていうのもあるので、やっぱりこの楽しみながらでもトコジラミが怖い、対策もしたいっていう、この微妙な気持ちになっちゃう人も多いんじゃないでしょうか。気持ちはわかります、本当に。あとは5月病もありますね。もやもやする、もやもやしちゃいますよね、とっても。で、普段のもやもやプラス、この旅行した後にトコジラミを持ち帰っていないか、いるかいないかわからない、そういうもやもやとかもおそらく人によっては出てきます。いないことの証明っていうのがとっても難しくて、トコジラミに限らず、いないことを証明するのは悪魔の証明と呼ばれています。例を挙げると、この家にコップがあることを証明してください。それは簡単ですよね、比較的。食器棚に行ってコップを出して、はい、これがコップです、この家にあります、で話をすればいいんですけど、逆に、コップがないことを証明してください。準備に1時間時間をあげます。そう言われたら、まずは、コップを全部家の外に出す。だいたい食器棚とかシンクにあると思うので、あと洗面台とか、そのあたりのも外に出す。10分ぐらいで出せると思うので、その後に、はい、それではないことを証明してください。そう言われると、ないことを証明するために、家の中隅々を、ここにコップはありません、ここにコップはありませんってことを証明しないといけません。めっちゃくちゃ大変ですよね。これのさらに難しいのが、トコジラミがいないことを証明すること。コップと違って隠れます。本当に1ミリの隙間があればどこにでも隠れます。ただ急、そうなんですよ、トコジラミ見たことある人はいますかね。このとっても平べったいんですよ。で、血を吸ったら膨れ上がるんですけど、逆に膨れ上がって
その1ミリの隙間に戻りたい、戻れないってこともあって、その状態で見つかることが意外と多いです。で、初めて見た人が、なんじゃこの虫って言って潰したら、その膨れたお腹からドロッと血液が赤黒い、トコジラミっていうか、もう本当に吸われてたあなたの血、人間の血なんですけど、これで結構初手をミスってトラウマになる人が結構いるんですよ。虫だ、潰せ、ブシャ、赤黒い血がベトってついてしまう。まあ床の上もあまり良くないですけど、これが壁のクロスとかシーツの上、布団の上、洋服の上だと、まあ、血を落とすことと一緒なので、落とすこと自体結構大変なんですよ。まあそんな感じで、何の話でしたっけ、悪魔の証明、ゴールデンウィークで旅行行って、トコジラミを知って、あの時電車に座ってた、ホテルのチェック忘れてた、荷物広げてた、どうしよう、もしかして持ち帰っていないかなっていう不安がですね、結構5月は多いです。まあ5月病もあって、ダブルで心配になる、モヤモヤするという季節です。まあそういう時の対策は、まあ正しい知識を持つのが一番ですね。トコジラミがいるんだったらどこに隠れてるか、まあ最初は十中八九寝てる場所の半径1メートル以内です。そう、こんなに近くにいるんですよ。だいたいなんか範囲を広げて探してしまうんですけど、本当に近くにいます。まあ極端に言うと枕の下とか、万年床の人は敷布団の裏とかにいます。まあ、ベッドの方はベッドフレームとか、マットレスの隙間とか、ベッドフレームの隙間にいます。あとはまあ布団の人だったら、布団の近くの、床と壁の隙間のに貼ってある幅木、その隙間にもよく入り込みますね。これはなかなか大変で、まあできる対策といったら、まあコーキングで埋めるとか、もっと簡易的なものであればマスキングテープとかで防ぐ。これで、まあ、この幅木の隙間に入らなくなるので、かなり対策としては楽になります。まあその分壁を沿ってまた布団に戻ってきたり、別の棚の隙間とかに行っちゃう可能性もあるんですけど、まあそこはそこでテープ貼ったりとか、まあ、詳しくはブログに書いてるんですけど、まあそういう対策もいろいろあります。本当にいるかいるかわからないってのはですね、かなりメンタルに来るものがあるんですよ。まあ、この辺の相談とかも私受け付けておりまして、やっぱりネットとか SNS で調べて、まあ、腑に落ちて、それが 100% 自信があって、これで間違ってたらどうでもいいって振り切れる人はいいんですけど、まあ、なかなか皆さん全員が全員そういうわけにはいかん、難しいと思うので、まあそういう時はですね、まあ私トコジラミに詳しい
まあ、対策全般に詳しいので、まあ、予防、駆除、対策全般、まあ、気兼ねなく聞いてください。その時はお答えします。はい。じゃあ、今日は一応1回目の配信なので、これから平日、なるべく毎日続けたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。これはスタンド FM で生放送をしていて、その後 YouTube とかに時間差で投稿されるようになっております。まあ、それぞれ、いいね、コメントとか、聞きたいこととかがあればよろしくお願いします。はい。じゃあ本日は終わりたいと思います。ここが2024年5月1日。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ失礼します。トコジラミ警察でした。